寒くなると食べたくなるものは何といっても牡蠣だと思います。最近総社で噂になっている牡蠣の直売店があります。シアリス水産の社長の田中正樹さんです。こんにちは。こんにちは。なぜ宮城水産かというと、田中正樹さんのまさが宮城水産なんですね。ここで、こちらで兵庫県さんの宮城産牡蠣をお買いいただいてあるんですが、美味しいですこの牡蠣。そうですね、宮城の牡蠣は貝柱に甘みが強く、からいっぱいに身が集まって1年牡蠣っていうのはどういう牡蠣なんですか？2年牡蠣、3年牡蠣とあるんですけど、2年牡蠣、3年牡蠣っていうのは2年かけて、3年かけて養殖していくっていう。なるほど。じゃあこの牡蠣は1年で、1年内で成長して。なるほど。どうもレンゲさんでも売られるんですか？そうですね、ここの第2店舗目としてを受けることになります。これはもうなんか牡蠣が売れて、はい、牡蠣御殿が立つかもしれない頑張りました。本番用で2キロ、はい、ありがとうございます。美味しいとこちょうだいね。美味しいとこ、分かりましたでも結構ありますね。そうですね、だいたい1キロで、今の大きさでだいたい13個、14個。あ、なるほどね。はい、ちょっとサービスサービスを、はい、サービスいただきました。ありがとうございます。2400円。はい、兵庫県の室津産の牡蠣ですね。ぜひ皆さんもお買い上げいただきたいと思います。